ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみたポッドキャスト。ケロケロ見聞録ポッドキャストはメディアンリアンよりうるし、つぐみん、れいやくんでお送りします。ポッドキャストでは番組のダイジェストのほか、新成人3人でのトークもお送りします。では、1月2日に放送された番組のダイジェスト版をお聞きください。ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみたポッドキャスト。ということで、今からの時間は成人とは、成人式の意義とはということについて4人で話していきたいと思います。はい。私たち22歳にとっては2年前ですね、成人式が。結構懐かしいなっていう感じがするので、今年新成人になる2人もここから迎え入れて4人でお話ししていけたらと思います。はい、今日はつぐみちゃんとれいやくんに来ていただいております。まずはつぐみちゃん、自己紹介お願いします。はい、競争学部2年の有尾つぐみです。大学では多文化共生や考古学など広く様々なことを学んでます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。れいやくんお願いします。競争学部2年の鈴木れいやです。大学では映像メディアとかコンテンツデザインについて学んでいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二人は今はまだ19歳。私はもう20歳です。あ、もう20歳になったのか、はい、つぐみちゃんが。で、れいやくんが今19歳。そうですね。で、はい、放送日はもう20歳になってます、ね。20歳か。で、収録してる今12月は19歳だけど、1月にはもう20歳になっているということで、うんうん、はい、ここでまたぐ感じなんですね。ということで、こう成人にもうほぼなったっていうことで、なんかそもそもまず成人になりそうとかなったっていう実感ってあったりした？やっぱり成人になってできることをしたとき、例えばお酒を飲んだりとかそういうことをしたときに、ああもう20歳になっちゃったんだなって思ったことはあるんですけどその他は特に何も変わらないです、ね、ああ確かにお酒飲んだときってね、なんか20歳だって感じする確かに確かに確かに。最初にちょっと話していた成年年齢引き下げについてが、こう実際に今年成人する2人から見て、2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げることってどう思いますか？真面目な話をすると、やっぱり社会参加を若い人が早くできるっていうきっかけになるなっていうのは感じています。例えば自分でクレジットカードの契約ができるようになったりだとか、自分の居住地を決定する権利が付与されたりだとか、うんうん、そういう面では社会参加を早めることがあるかなと思うんですけど、私個人的には妹が、一つ下なんですけど、うんうん、一緒に成人するみたいな感じがしてちょっと変な感じがしますねなるほど。そもそもこう18歳に引き下げる意義ってじゃああると思う？私はあると思いますね。じゃあやっぱりその今までは20歳から社会参加っていう感じだったけど、それだとちょっと遅いなって感じてたってことなのかな。もうちょっと前から社会参加できるよって思ってた？思ってましたね。あ、そうなんだ。高校生から社会人になる、そのままなる人も多い中で、その2年間の空白ってなんだろうっていうふうに個人的には感じていたので。なるほど、確かに高校を卒業してすぐに社会人になる人とかって20歳じゃなくてももう社会人じゃんみたいなあるよね。確かに。こうれいやくんは引き下げについてどう思う？その成人っていうのが、その自分の行動に責任を持たなきゃダメだよっていう、共通認識だと思っていたので、その20歳から18歳にその年齢の数字が変わっただけで、結局なんか本質的な部分は全く変わるところはないんじゃないかなって思うので、意義というのはなんかそこまで感じていないかなと思いますね。なんか私こう海外の事例も日本じゃなくって海外どうなってるのかなと思って、こう一覧になってる表を見つけたからそれ見てたんだけど、結構ふわっとしてて、なんか18歳でもこう成熟してるから18歳にしようみたいな、これ何をなんだろう、根拠にそういうこと言ってるんだろうって思ってて。確かに成熟って何なんだみたいな。そう例えばエチオピアとかだったら18歳を成年年齢とした理由は明らかではなくみたいなことが書いてあったりとか、他にもアルゼンチンとかでも若者の精神的身体的な成熟度及び時代の変化を考慮した以上っていう感じで、時代の変化なんだね。それはやっぱり教育とかが前よりはこういろんな人が教育受けられるようになってきて、ちょっとレベルも上がってきてっていうことなのかな、実際つぐみちゃんとかれいやくん高校でなんかそういう成人になるための準備というか政治的な参加でもいいしそれ以外でもいいんだけど、なんか経験あったりする？授業とか。そうですね、主権者教育はかなり、受けた印象があって、ちょうど、選挙権が18歳に引き下げられるっていうタイミングでもあったので、選挙に行く大切さだったりとかそういうことを学んだ記憶はあります。僕も同じで、その主権者教育でその選挙権引き下げと重なっていた時期があったので、そういう教育もあったし、あと模擬選挙みたいな、そういう実際に投票するふりっていうか振りしてみようみたいな確かに確かに、市役所かなんかから持ってきてたよね、投票箱みたいな、懐かしい。あったね、なんか紙開い、なんか折っても開きます確かにな、ちょうど多分私ととうこちゃんが高校1年生の時に、多分18歳に引き下げられたと思うよね、選挙権自体が、でその時に多分周りがじゃあやっとどうするみたいな、誰に投票するとか、そもそも投票に行くっていう話もしてたし、そこから結構主権者教育っていうワードも学校の中で聞かれる印象はあったかな、個人的に。そうだね、そうやってこう選挙権を得たりとか、お酒が飲めるようになったっていうことで、こうちょっとだけこう責任感が生まれる、やっぱちょっと大人になったかなみたいな、生まれるかなって思うんだけど、どういう時に責任を感じるとかってある？2人は。そうですね、私はやっぱり車を運転している時、自分に責任があるので、しっかりルールを守って事故を起こさないようにっていうのは、結構日常ではそこが一番責任を感じるかなっていうふうに思います。僕も運転もそうですけど、やっぱりなんかクレジットカードを持った時にから、なんか金銭面でもこういう責任が生まれたんだなっていうのは感じで、こっち来て一人暮らしを始めて、その自分でお金の管理をしなきゃいけない状況になって、でも最初の時ってそのクレジットカード持ってなかったから、その銀行口座の中にあるお金だけ管理すればよかったんですけど、そのクレジットカードを持ったことによって、その自分が使うお金を完全に管理しないと、お金がどんどんなくなっていってしまう感覚があるのかなって思って結構でも今の聞いてると、なんか私はまだ運転免許持ってないし、クレジットカードも持ってないしで、そういうこう責任を感じたことがなくて、なんか別にその年齢っていうよりは環境、そういう一人暮らしをするとか、一回バイトをしてみるとか、そういう環境によって責任を感じるだけで、別に年齢じゃないのかなっていう、なんか私より全然2人の方が責任感感じてそうでなんか年齢じゃなくないってちょっと思っちゃった、今。確かに責任って環境によるところが大きいと思っていて、何歳になったから責任が芽生えるとかそういうお話ではなくって、責任を取らなきゃいけないっていう状況に、例えば運転免許を持って車を運転するっていう状況に立ったら、もう責任を取らなきゃいけないっていうことかなっていうふうに感じます。はい。これまでは成人とは大人とはみたいな概念的な話をしてきたんですけど、成人式、これからはその式についてちょっと話していきたいなと思います。成人式の意義って何だと思いますか？今まで考えたこともなかったですね。20歳になったその1月には行くものっていう、行くものだと思ってて、その自分の気持ちとしても久々に同級生に会いたいとか、親とかに喜んでもらいたいっていうのが一番なので、意義っていうのはあまり思い浮かばないかもしれないです。そうですね、僕も意義、成人式時代の意義っていうのを考えたことがあまりなくて、その年末年始に帰省はして成人式も参加はするんですけれども、なんか意識として参加しなきゃなっていう義務感みたいな感じのなので、その位置づけとしてはなんか友人に会うためのおまけみたいな感じになってしまってるのかなって思います。2人とも参加は一応するけど、じゃあ成人式なくてもいいって思う？ないのはなんか寂しい感じがしますね。やっぱり人生で一回きりの晴れ着を着て式典に出るっていう機会なんで、なぜないと嫌なのかっていうのはちょっとよくわからないんですけど少し寂しい感じはしますね。僕がさっきその意義は特に思い浮かばないんですけどとは言ったんですけど、そのなんか一つの通過儀礼的な感じの意味があるのかなって思うので、その通過儀礼として今まで行われてきたものが急になくなった時に、言葉が出てこないんですけどやっぱ寂しいみたいなのがあるのかな。やっぱりそれは伝統だから、今までの人がずっとしてきたことをしないのはちょっと寂しいみたいな感じなのか、やっぱり20歳でお祝いしてもらえるってすごくこう名誉なことっていう機会がないのはちょっと寂しいみたいな感じ。後者ですかね。やっぱお祝いしてもらいたいそうだよね。特別感はあるよね。20歳、子供からなんとなく成人っていう称号じゃないけど、そういうカテゴリー分けされるから、その段階で一旦大人になりましたね、おめでとうございますっていうのは確かに大事かな。なんかこう私は成人式、もともと冒頭で話したみたいに、いや正直行く意味ないんじゃないって正直思ってたんだけど、実際に式典に参加してみて、やっぱ地域の方が登壇されて新成人に対してメッセージくださったりとか、あと自分の同級生が20歳になったらこういうことやりたいですみたいな宣言をしてたのは結構刺激受けたし、すごくありがたいなっていうふうには感じてて、精神的な区切りをつけるっていう意味ではすごく重要な式典だなっていうのは参加して思ったかな。私は中身そのものよりも、その友人と久々に会って、今までこういうことあったよねとか、これからこうしたいねって話したこと自体が価値があったし、なんかそれで成人をちょっと自覚したから、私にとってはそっちの方が成人式って感じがして、そういうのも含めて意義はあるんだろうなっていう気はする。一応こう4人の共通認識として、成人式意義ちょっとふわっとはしてるんだけど、なんか重要っぽいよねっていう中で、なんかこうこれからの成人式でこうどうあるべきかとか、もしくはどうなっていくと思うっていう考えはあったりする？私が住んでる地域では、これからも成人式は20歳で行うっていう風に決定がされていて、なんかそうなると成人式っていう意味合いがちょっと変わってくるような気が個人的にはするんですけど、他の市町村でも成人式っていう名前じゃなくて、20歳の集いっていう名前で成人式の代わりのものが行われるっていうお話も見たことがあって、なんかより私たちが意味を感じている友人との会話であったりとか、そういうこれからやりたいことを話し合う、語り合うっていう部分がにフォーカスが当てられて、成人式っていう通過儀礼的な意味合いはすごい形骸化もっと進んでいくんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。僕は先ほども言ったと思うんですけど、その一つの通過儀礼として残っていくんじゃないかなと思っていて、でも今の成人式の形って、その何人か運営委員みたいなのが集まって、その人たちだけ運営して、他の人はなんか受け身で参加するみたいな形だと思うんですけど、その受け身で参加していても、なんか後の人生にその式典自体が与える意味ってちょっと少なくなっちゃうのかなって思うので、なんかもっと多くの人が自発的に関わって当事者意識を持って参加できるようにするべきなんじゃないかなとは思います。一部の人が企画ってよりも、もうちょっと自分たちも関わりたかったなみたいなのは2人ともあるのかな。そうですね、ちょっと思いますね。今ので言うと、結構その友人と語り合うみたいなのを重要視して残した20歳の集いと、通過儀礼の方を重要視して残した方の成人式っていうのと、なんかどっちもあり得る未来かなって気がしました。ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみたポッドキャスト。先ほどまで私たちからたくさん新成人の2人に質問させてもらったんですけど、次は逆に私たちに新成人のお二人から聞きたいことは何かありますか？お二人がその大人になったなって思った瞬間って何かありますか？そのまま素直に率直に意見を言うっていうよりは、どう思われるかとかちゃんと気にして言うようになった。ちょっとそれが寂しいなって思う時もあるけど、大人になったのかなっていう気はする。確かに。それで言うと、なんかその観点で似てる意見私は持ってて、感情っていうのもそうなんだけど、自分の個性とか自分の特徴みたいなものにコンプレックスを持ってたとか、そういうこともあったんだけど、それも含めて自分だから、なんかそのままでいいってちょっと最近思えるようになった時に、少しこう精神年齢が上がったような気がするっていうのはあるかな。いいね。ちっちゃい時にキラキラ見えてたイルミネーションとか、あと駄菓子屋さんのお菓子とかも大人になると、なんかその昔感じてたキラキラはないなって思って、なんかその悪い意味で大人になってしまったなっていうのはあるかな。確かにね、なんか大人買いできちゃうから、うんうん、良くない。逆になんか100円までとか決めて買った方が多分楽しいみたいなのはあるかも。そうだよね。なんかこう自分を満足させることができるレベルが上がってる気がしてて、うん、ちっちゃい時って100円持って駄菓子屋に行くだけで楽しかったのに、うん、今1000円で満足できるかも。怪しくない？確かにね。あ、なるほど。そんな感じですよね。なんか逆に私は駄菓子屋で大人買いできる瞬間がすごい大人になったなって感じる瞬間なので、なんかまだ大人と子供の狭間にいる感じですかね。でもなんかこうちゃんと私も大人になったなって思ってなくって、一番多分感じるだろうなって思うのは、今大学4年生だけど新社会人になって自分でお金を稼いで自分で設計立てていく、そこで多分自分は大人になったなって感じるんじゃないかなっていう仮説がある、うん、そうだね。社会人にお二人ともなられるということで、生計を先ほども生計を立てるとかおっしゃった、ね、うん、と思うんですけど、どういった面で大人って感じると思いますか？やっぱり社会との接点が増えるなと思ってて、大学で勉強してても企業の人となんかやるとか、企業になんか作ってものをこう社会に生み出していくみたいなことってあんまりしてる人少ないし、私はそんなにしてこなかったから、そういう点でやっぱりこう社会のために働く、企業のために働くっていうのがこう、なんだろう、社会の一員である感みたいなのをより感じるんじゃないかなって予想してて、そうなるとちょっと大人になった感はあるかなって気がする。うん、確かにサービスを受ける側としての側面ももちろん社会人になってもあるけど、うんうん、それプラスサービスを生み出す側、うんうん、社会に何か価値を生み出す側に回るっていうのは結構あるかなと思って、やっぱりこう学生だと勉強させてもらってるとか、金銭的にも親にちょっと出していただいてるっていうのがあるのが、それが全部自分でやらないといけないって思った時に結構大人になったなって思う気がする。今はなんかどうしてもお金の面で自立してないって思っちゃうから、うん、それをなんか自分の行動に対してこう親からこうアドバイス受けても、なんだろうな、お金出してもらってるし従うしかないかって思ってたけど、ある意味社会人になったら何でも自由というか、そういう金銭的な保護も受けないし、そういう意味ではなんかこう自由って嬉しいなとも思うし、ちょっと怖いなとも思うかな。そう、なんか自分で何でも決めなきゃいけないとか、その責任を持つことに嬉しさよりも怖さをまだ感じるから、まだまだ許されるなら子供でいたいし、別にそんなちっちゃい頃は思ってた、なんか早く大人になりたいみたいな思ってたけど、どんどん大人になりたくなくなってきて、もう今とかもまだまだ学生やりたいなって思ってる。あと私今実家で暮らしてるから、一人でこう福岡じゃないところに行って暮らすっていうだけでも、俺今ドキドキだし、ね、一緒だもん ね、うん、そうだよね。でもなんかこうドキドキしながらも自分でやっていくっていうことがちょっと大人になったって思うかもなっていうのはあるかな、うんうん、お二人新社会人に春からなられるということなんですけど、うん、その新社会人になることに対しての不安とかってどんなのがありますか？私はお給料もらうじゃないですか、はい、その分の価値を1年目から生み出せるのかなっていう仕事への不安っていうの大きいかな。学生からパッて社会人になった時に自分にあるスキルってそんな変わんないんじゃないかなと思って、うん、そこで急にポンと金額を出されると、それに返さないといけない、答えないといけないって思うから、やっていけるのかなっていう不安はちょっとだけある。急にもうペーペーの状態から入るっていうのはもう怖さしかなくて、その特にこう専門職で入るわけじゃなくって、うんうん、こう総合職で、まあ、いわゆるポテンシャル採用みたいな形で、こう自分が今何かできるからっていうよりも、こういうことをやりたいです。こういう意欲がありますっていうので取ってもらっているっていう状態、新卒だと。うん、なので、その何もできることがない、正直。っていう中で、これから何をできるようになって、こう、どうやって会社に恩返ししていくんだろうみたいなのは、私も本当に見通しが立たないのが、すごく不安だなっていう、もう今以上に勉強しなきゃなっていう感じはあって、不安ですね。めちゃめちゃ。楽しみある？楽しみ。社会人になることの。新しいことをするのは楽しい。うんうん、やっぱり、学生も、まだまだやれることあったのかもしれないけど、4年間でやりきったってある程度思ってるから、なんかその状態から新しい場所に行って、新しいことを始められるっていうのは、私そもそも好奇心旺盛なので、面白そうだなっていう感じはあります。私の場合は、ずっと育ってきた地元を離れた別のところで働くことが決まってるので、ちょっと違う環境に行けるってことは結構楽しみかな。怖さもあるけど、新しい出会いもあるかなっていうのはちょっと楽しみかな。そうだね。私から質問したいんですけど、お二人はこれから社会人になられて、一つの大人っていう、大人になるっていうステップを踏まれると思うんですけど、だから私たち今大学生はやっぱり大人と子供の狭間にいるなっていうふうに感じてて、私とれいやくんはあと2年ちょっと、その大人と子供のモラトリアム期間というか、あるんですけど、やっといた方がいいよとか、なんかあったりしますか？やった方がいいよ。大人、完全に大人とは言えない年齢だからこそやってた方がいいよっていう。具体的な例は思いつかないんですけど、ある意味学生っていう身分が保障されてる中で大人じゃできないことっていうか、前なんかで言われたのは、例えばある企業の方にお話を聞くとかも、社会人になったら例えば競合他社の話とか絶対聞けないわけだけど、学生の間だったら逆に学生だから話してあげるみたいな感じで裏情報を教えてくれたりとか、そういう学生の特権を使っていく。なるほど。なんか青春してほしいなって思って、なんか学生時代でしかキュンキュンできないことってない？なんか例えば恋愛において、恋愛でも恋愛もだけど、なんかなんだろうな、なんかもう急に思い立って海に行ってなんか花火して服のまま海入るみたいな、なんか分かりやすすぎるけど、絵に描いたような精神です。そういうなんか大人になったら別にやんなくてもいいなって思っちゃう、その服濡れたらだるいなって思っちゃうことをノリでやってほしい。今思ったのは、学生と社会人何が違うかって思った時に時間が圧倒的に違うなと思って、やっぱ社会人になったりとか、それこそ結婚して子供が生まれたら、24時間を全部自分のために使うって絶対に厳しい話かなって思ってて、一方その学生って24時間使おうと思えば自分のために使えるから、時間がないとできないこと、旅行であったりとか、なんか他何でもいいんだけど、そういう経験をたくさん知っておきたいなっていうのは、もうあと学生3ヶ月しかないんだけど、思うかな。社会人の先輩とかに聞いたら、学生時代よりお金があるけど使う時間がないみたいな。聞くよね。そうだよね。から、そう、お金をいただくことに、こう、ワクワクは感じながらも、多分、なんか、いつ使うんだろうみたいなのは、確かに多分あるから、今ね、たくさん遊ぶとか、いいような気がします。青春してほしいです。恋愛も含め。じゃあ僕からまたいいですか？はい。そのお二人がその社会人になるとか、そういうのも含めて、そのどういう大人になっていきたいのかなっていうのを聞きたいんですけど。やっぱりまだまだね、子供だなって思うことがたくさんあって、いつ大人って自覚できるかは私もわからないけど、なんかこう徐々に大人になっていきたいなっていう気はしていて、で私の中での大人っていうのが余白がある人かなって思ってて、心に余裕があったりとか、もう金銭面でも、いろんな面で余裕を持っていて、で、だから自分も愛するし、他者も愛するみたいな人が、私の中で大人なので、なんかそういう人になっていきたいなっていうのは思うかな。私、どんな大人になりたいかで、内面的なことではないんだけど、やっぱりこれまで子供としていろんな人から支えてもらったっていうのがあるので、いずれこう社会人になって何かしらのスキルであったりとか能力を身につけた上で、私すごく地元が好きだから地元に何か価値を還元できないかなっていうのはすごく思ってる。これ2人にも聞いてみたいね。つぐみちゃんどうですか？そうですね。そもそも大人って何かっていうのを考えたときに、自分はその自分が今思ってるこういう大人になりたいっていうのを達成できた瞬間に大人になるってことだと思うんですよ。だから例えば人に優しくできるようになりたいと。で、人に優しくできた瞬間に一歩ずつ大人になっていけるかなと思うので、そういう自分の中の小さな目標っていうのを一つ一つ達成しながら、どんどん理想の自分に近づいていって大人になっていきたいなって思います。りやくんどうですか？僕もちょっとつぐみちゃんに似てる部分があるんですけど、その自分がこうありたいなっていう小さい憧れとか目標とかをちょっと達成してはいくけど、またさらにその次の憧れとかって絶対生まれると思うんですよね。それに終わりは多分ないと思ってて、いくらその年を重ねてったとしても常に成長できる余白、さっきも工藤子さん言ってたんですけど、その成長できる余白を常に持っているような余裕がある大人になりたいなとは思ってます。ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみたポッドキャスト。振り返りはここまでにして、今からのお時間は新成人3人で話していきたいと思います。ということでですね、今回のテーマはこれからの自分みたいなところを話していけたらなと思うんですけど、もうなんかね、どうしていきたいみたいな、これからそういう話でいこうかなと思うんですけど、つぐみんどうですか？そうですね、なんか私は大学に入ってきた時にやりたかったことがちょっと今分からなくなってる状態で、その他のことに興味が出てきて、最初は具体的に言えばこう外国人労働者とかそういう話に興味があって、この競争学部に入ってきたんですけど、今考古学にすごい興味を惹かれてて、発掘とかすごい楽しいので、ちょっとそっちの方面で頑張りたいなって思ってる気持ちもあるんですけど、前の目標も諦めきれてないっていう感じですね。なので全然将来の見通しは立ってないでもいいね、なんかいっぱいねしたいことがあるっていうのはなんか僕的にはすごい羨ましいし、考古学ねめっちゃやってるもんね、いろいろ行ったりしてそうだね。じゃあれいやくんは何かあったりする？僕はですね、僕もなんでしょう、競争学部入った時はその環境とか経済とかそういうのに興味持ってたんですけど、その僕さっきのというか番組の自己紹介でも言ったんですけど、その映像メディアとかコンテンツデザインとかそういう方に興味を持ち始めているので、なんかここ最近やろうと思ってるんですけど、なんかこれやったらなんか周りの人になんか言われそうだなっていうのをちょっと不安になっちゃって動けない自分がいるので、まあそうね、ちょっともうちょっとなんか攻めの姿勢でいけたらなってそうね、れいやくんねいろいろやってるのね知ってるけど、まあ攻めの姿勢でいってほしいね。そうね、僕逆にうるしいわ。そうね、なんか僕は最初競争学部に入った時スポーツと地域活性化みたいなので入学して、なんかそれについて考えようかなと思ってたんですけど、最近はね、れいやくんがね、メディアとかいろいろ興味があるっていうところもありながら、自分は何していこうかなみたいな考えてて、なんかすごい人がワクワクするようなものを作りたいなって思っていて、このラジオ番組でもなんかねその色を出していけたらいいなと思うし、なんか将来ね、なんかラジオもそうだし、自分は映画見るの好きなんで、いろいろねものを作るっていうところでなんか関わっていけたらいいなっていうふうにすごい思ってるので、大学生活というよりはむしろ先の方が楽しみっていうか、大学よりもその先の方が僕的にはすごい楽しみだなって。いいね、楽しみって言えるのが、なんか私は大学のその先に不安しかないから羨ましいなって思う。そうね、不安もあるよね、もちろんね、こんな感じで3人揃った話っていうのも結構初めてじゃないね。本当につぐみんとはね最初からこの団体で一緒にやってるけどね、れいやくんは昨年のね夏とかくらいにね入ってきてね、なんかこれからもこの3人はどんどん主力になっていくのかもしれないのでねラジオ番組も注目してお聞きいただけたらなというふうに思っています。LoveFM Podcast。LoveFM FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめます。ラブ FM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast